こんにちは、ホロロです。今回は中島健人さん主演ドラマリビングの松永さん1話を振り返ります。恋愛ドラマというものに久しぶりに触れるのですが、どんな感想が飛び出てくるのやら自分でも想像できません。年末年始は戦争映画ばかり見ていたので、そのギャップに自分の中で何かが分裂しそうです。しかしコンクールはもうキュンキュンすると決めたので、今回はこれでいきます。最後まで男目線での振り返りや感想をお伝えするので、共感していってください。チャンネル登録は右下のアイコンから簡単にできます。ぜひよろしくお願いします。初めましての方もおられると思うので、少し自己紹介を。本チャンネルでは主にドラマのストーリーの振り返りや感想、考察をお話ししています。2023年はサンクチュアリ、トリリオンゲーム、マイホームヒーロー、フェルマーの料理、以上4作品を取り上げました。それ見ていたという方は再生リストにまとめているので、ぜひご覧ください。コンクールは何にしようか迷ったのですが、先日 YouTube ライブで皆さんに相談に乗っていただき、一番反響が大きかったトリリオンゲームに出演した目黒蓮さんと同じ SnowMan で活躍している向井康二さんが出演しているということで、リビングの松永さんを取り上げることに決めました。初めての恋愛ジャンル、不安でいっぱいです。応援していただけると心強いです。X でも活動しています。毎週木曜日の21時からスペースでゲストをお呼びしていろいろなお話をしています。楽しい話はもちろん、映画、ドラマや政治、経済の話など多岐にわたって取り上げています。YouTube 上のホロロとはまた違ったキャラクターなので、よければ聞きに来てください。まず、リビングの松永さんの概要をお話しします。主演はアイドルグループ、セクシーゾーンのメンバー、中島健人さん。なんと、本作放送当日に衝撃の発表がありました。2024年3月31日をもって、セクシーゾーンを脱退するとのことです。ただし、事務所には残留するということが世間をざわつかせています。グループからの脱退とともに、事務所も退所という先例は数多くありますが、残留となると、グループに残ったメンバーと顔を合わせる機会もありますよね。それが、もうグループに残る必要はない、という切り捨てなのではないか、と捉える声もあるようです。しかし、メンバー間の圧力がないから事務所に残るという捉え方もできますよね。どこまでが本人の意思であるかもわかりませんし、無意味な抽象が増えないよう願っています。もう一人の主演は高橋ひかるさん。初めて知る女優さんだと思っていたら、女上司直虎に出演していました。これがデビュー作だったのですが、出演は限定的でした。おっと、青野くんに触りたいから死にたい、でも主演されていたんですね。こちらの原作も漫画なのですが、漫画 YouTuber の歌丸さんの一押しの作品なんです。読んだ上で、ホロロさんに解説してほしい、と先日のライブでも押していただけました。高橋ひかるさん主演のドラマ版も気になりますね。そして、せっかくなのでもう一人ピックアップ。SnowMan の向井康二さん。コンクールでは SnowMan のメンバーが出演しているドラマが4作もあります。すべてを取り上げる時間はないので悩んでいたところ、X のフォロワーさんやチャンネル登録者さんから本作を勧められたんです。そんな向井康二さん、今まで出演した作品で僕が見たことあるのは、岡田准一さんが主演した白い巨塔、こちらも出演しているのを知りませんでした。残念ながら、現時点で VOD での配信はされていないので、過去の向井康二さんを確認したい方は、レンタルサブスクのツタヤディスカスをチェックです。さて、リビングの松永さんは原作が漫画作品、全11巻で完結済みの作品です。歌丸さんも僕も読んだことがないのですが、ドラマの視聴に際し、まずはドラマの1話までにあたる3話までを読んできました。内容が全然違いました。既読済みの方にとっても味わい深いですね。それでは内容を追っていきましょう。主人公、園田美子は高校2年生。青春を謳歌する彼女にとって一番大切なものは2人の親友。3人は固い絆で結ばれているのですが、美子には悩みがありました。家族の事情で和歌山に引っ越すという話が出ていたのです。そうなると親友たちとも離れ離れ。そのようなことは絶対に認めたくありません。しかし、両親も譲る気はありません。未成年である美子を一人この家に残すことなど、保護者として許容できるはずがないのです。泣く泣く転校を受け入れるしかないと諦める美子でしたが、この状況を覆すウルトラシーを思いつきます。バツイチの叔父の家に居候するというのです。早速話をまとめようと叔父の家に向かった美子でしたが、その耳に怒号が響きます。納得できねえから。声の出所に目を向けると、そこにはスマホに向かって屋外にもかかわらず臆することなく、怒鳴り散らす一人の男がいました。何あれ、やばそう。その迫力に気をされ、ビビる巫女。ちょうど通話を終えた男は、その視線に気づきました。まだ怒りの炎がくすぶっている眼差しを、巫女に向けます。巫女は慌ててきびすを返しました。早歩きで叔父の家に向かいます。しかし男は、おいと声をかけ、なぜか追いかけてくるのです。完全にターゲットにされたと察した巫女は、身を守るアイテムがないか、必死でカバンの中を探りました。その手に取ったのは制汗スプレー。追いついた男の顔面に、エアロゾルを浴びせました。視界を奪われた男を指差し、変質者となじります。ところが男はそれを否定し、スマホを差し出しました。それは巫女のものでした。どうやら迂闊にも落としていたようです。男は森の熊さんでした。ちょうどそこに叔父が現れます。叔父は男の姿を認めると、彼がシェアハウスの住人であると紹介しました。
シェアハウス。その言葉にミコは耳を疑います。叔父は一人暮らしではなかったのか。違うのです。叔父は離婚後持て余した持ち家をリノベーションし、シェアハウスに変身させていました。そこの住人の一人が先ほどの男、松永純だったのです。中に通されると、自分の家とは全く違う、楽しげでおしゃれな雰囲気に笑みがこぼれます。そこへ在宅していた住人たちが集まってきました。威厳な松永さんの肩に一方的に手を回し、仲良しをアピールした若い男性は鈴木健太郎。職業はバーテンダー。フェミニンな雰囲気をまとい、たおやかに微笑むのは大貫麻子。職業はネイリスト。無表情で何を考えているかわからない、独特の雰囲気を持つ女性は服部茜。職業はフリーター。カレー屋でアルバイトをしています。性別も職業も性格もバラバラ。それでも一つ屋根の下の生活が成立するのがシェアハウスなのです。と、そこへさらなる来客がありました。内見の予約が入っていたのです。しかし訪れた男子大学生は申し訳なさそうにおぞおぞと口を開きます。彼はもともとシェアハウスに住む気はなく、手違いで来させられてしまっていました。それを知った美子は、それなら自分が住む、と手を挙げました。叔父の家がシェアハウスになっていようと目的を果たせます。話はトントン拍子に進んでいきました。叔父が保護者として一緒に住むのなら、と両親の承諾も取り付け、美子は引っ越しの日を迎えました。これが部屋の鍵だ。そう言って出迎えたのは松永さんでした。叔父は外出中で松永さんがオーナーの代わりに案内をしてくれます。松永さんはシェアハウスのルールを細かく並べ立てました。かなり神経質な性格のようです。一方の美子はこれから始まる新生活に心をときめかせています。ウキウキしながら部屋に入っていきました。ほどなくして部屋の前に立った松永さんは呆れ顔で声をかけます。まだ荷ほどき始まってないのか。隣が自分の部屋なのでいつまでも片付かないと落ち着かないというのです。テキパキと片付けの指示を出す中で、松永さんは美子のことをミーコと呼びました。自分の名前は美子だと抗議しますが、ミーコの方が猫みたいで呼びやすい。と、常人には理解できない理由で押し通します。想像以上の癖のある人物像に美子は驚嘆します。松永さんは一旦自分の部屋に下がり、着替えてすぐに戻ってきました。特に許可は得ていませんが、巫女の部屋を片付けるつもりです。抗議する時間すら与えられないまま、流されるように巫女は指示に従って部屋の片付けを終えました。最後までおせっかいを焼き、汗だくになった松永さんは、着替えてくる、と言い、部屋を出ます。そしてなぜか自分の部屋に戻る前にシャツを脱ぎ、惜しげもなく引き締まった裸体をさらけ出します。成人男性の裸体に免疫がなかった巫女は絶叫しました。次は買い出しです。世話焼きの松永さんは買い出しにも付き合ってくれました。生活必需品を次々とカゴに放り込みます。100均での買い物を終えると、巫女に町のことを知るための散策を命じ、自分は他に必要なものを買って帰ると言いました。松永さん、最初は切れやすく怖い印象でしたが、すごく優しくしてくれます。別れの際にニカッと笑い、駅前のベーカリーのあんバターサンドは絶品だと耳寄り情報を教えてくれました。松永さんが家に戻ると、オーナーが巫女を探していました。巫女を待っていたのはオーナーだけではありません。巫女の母親もいたのです。松永さんに対し、巫女をシェアハウスに住ませられなくなった、と告げました。保護者となるはずだった叔父が仕事へ海外に行くことになり、未成年の巫女を肉親のいない環境で生活させることはできない、というのがその理由でした。すでに話は巫女に伝わっており、大きなショックを受けているようです。電話にも出ません。心配をした松永さんは巫女を探して家を飛び出しました。この松永さんの過剰とも言える気遣いは何なのでしょう。僕が同じ立場だったら、そうですか、残念ですね、とだけ話して部屋に戻ってしまいそうです。松永さんは茜色の日が差す街を走ります。巫女は公園のベンチに呆然と座り込んでいました。その姿を認め、松永さんは近づいていきます。お母さん心配してんぞ。その時、空からこぼれた雫が石畳を濡らしました。にわか雨の中、二人は雨宿りできる軒下に逃げ込みます。雨宿りしながら巫女は自分がいかに友人を大切に思っているかをとつとつと話しました。神妙な表情で何も言わずに聞いていた松永さん。寝みそいねえな。とおもむろに上着を脱ぐと巫女の頭の上にかざしました。松永さんは雨から巫女を守り走ります。家に着くと待っていた母が巫女を連れ帰ろうとします。巫女は強い口調で抵抗しました。しかし母は聞く耳を持ちません。一部指示を聞いていた松永さんが割って入ります。そしてよく通る声でまっすぐに巫女を見つめ確かめました。巫女のことを守る責任がある。保護者がいない状況で心配するのは当然のことだと言います。これ以上ない正論で巫女を論破すると、巫女の母の方に向きました。俺じゃダメですか？なんと巫女の保護者として名乗りを上げたのです。唖然とする巫女の母、松永さんはシェアハウスの住人を振り返り、みんな信頼できる、と説きます。そして、お願いします、と深々と頭を下げました。鈴木さん、大貫さん、服部さんもそれに続きます。それを見て母は一つ息を吐き、わかった、と認めました。松永さんは力強く、任せてください、と微笑みました。
無事にシェアハウスでの生活が認められたミコ、松永さんにベーカリーで買ったあんバターサンドを差し出します。松永さんはノートパソコンを割と強めに閉じ、割と強めにクッと言いました。嬉しそうにかぶりつき笑います。ミコは驚きました。松永さんってこんな顔するんだ。席につき一緒にあんバターサンドを堪能します。どうして説得してくれたのか問うと、誰だって大好きな人と離れ離れになるのは辛いだろと言います。重ねて松永さんもと問うと、俺29だぞと年齢を教えてくれました。豊富な人生経験があるということなのでしょう。松永さんはバターサンドを食べ終えると、風呂でも行くかと席を立ちます。そしてなぜかその場で服を脱ぎ、なぜか気合に一斉を放ち去っていきました。ミコは2度目の裸体に唖然としたまま彼を見送りました。リビングの松永さん第1話でした。僕の松永さんに対する視聴前の印象は硬派な俺様キャラ。荷ほどきを手伝っていたあたりはそこから大きく外れていなかったのですが、買い出しに付き合ったあたりから世話焼きお兄さんへ変貌、最終的には熱いハートの持ち主であることが分かりました。一回一回の動作が大げさなぐらい強いんですよね。キャラクターが立っています。振り返ってみると、俺様キャラというのは僕の一方的な思い込みだったんですよね。中島健人さんの涼しげで爽やかな風貌に引っ張られたのでしょうか。皆さんはどんな第一印象を抱いたでしょうか。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。漫画版との一番の違いはミコの心境の変化。ドラマ版ではミコの心の揺れがまだ見て取れません。松永さん抱いている感情はまだ恋心まで育ってはいないように思います。漫画版では2人で雨の中を走る過程ですでにときめいちゃっています。雨を避けるのに使ったアイテムを傘ということで違っているのですが、露骨にあいあい傘を意識してしまったんでしょうね。ドラマ版の方がさらに距離が近くてドキドキしそうです。あんな風に自然に距離を詰められたら緊張しちゃいますね。キュンキュンです。僕はいい歳して何を言ってるんでしょう。今回はドラマリビングの松永さんの第1話を振り返りました。ついに恋愛ドラマを語ることになろうとは。男性視点での感想が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねやコメントも大変励みになります。一緒にドラマや俳優さんを応援しましょう。 TVer では見逃し配信が行われています。こちらは無料なのでぜひもう一度どうぞ。 U-NEXT では定額見放題で配信中。見逃しすぎてしまった方、 CM を挟まずに見たい方はこちらへどうぞ。初めての方は最初の1ヶ月が無料で見られます。僕も U-NEXT で視聴しています。それでは次回もお会いできますように。バイバイ。